こんばんは、ワイズです。ニーヤレプリカント実況プレイ始めていきたいと思います。前回村を消滅させてしまって、その後ポポルのところに帰るところから今回はやっていきたいと思います。なんかさ、完全に戻ることなくなっちゃってるけど、ここのカイネの家ってこのままでいいの？まあ、特になんか貴重品あるわけじゃないけど、この花飾りは大事なんだよね。なんか前触るなみたいなこと言ってたもんね、確か。まあいいのか。とりあえずポポルのところに向かいましょう。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。一旦村に戻ろう。それ分かった。ねえ、ちょあんなでかいやつがこんな平原に出るようになったのか。気をつけろ、手強いぞ。あ、これクエストで依頼されてたやつじゃない？いた。落ち着け。そうせいでは倒せる敵も倒せぬぞ。心を乱すことは戦いの上では得策ではない。そんな悠長なことを言ってたらヨナを助けることなんかできない。これちっちゃいのが邪魔で大きいののところまで行けないな。オッケー。いや結構硬いぞ。これも武器で直接切っていかないと。うーわ、マジか。ちょっと待って、お前待て。とりあえずイクラやめろ。イクラが多い。あの細長いやつだよね、イクラ。こいつら先に倒そう。オッケー。でもう二人。イノシシちゃんもうちょっと待っててね。やべ、このイクラ結構ダメージあんな。あれ、まだイクラちゃんいる？あ、いたね。一体。はい。結構ダメージでかいな。はい、ラストイクラちゃん。あ、速度的には勝ててないのか。オッケー。これでようやくって思ったらまた追加。え、これイクラちゃん無限におかわり？イクラ食べ放題？ちょっとダメだな、こいつ直接やっぱ行かないと。強い。こうして振られそうな時に回避。あー、なるほどね、左右に振るのね。はい、で、はい、OK。 武器のダメージ60秒倍。こういうのでブーストかけていかないと倒せそうにないので。あ、いいよ、当たってるね。薬草で軽く回復。うーん、全部当たっちゃうな。回避。いやー、連続はなしじゃん。ちょっと待って。オッケー。すーごい、今までのボスで一番強いんじゃないぐらいの強さよ、こいつ。でかいシリーズの一部のやつより絶対強いからね。はい。いやー、ダメだな。でも倒せた。ゴミの分際で手こずらせない。でもこんな場所に魔物が出るなんて、まるで人を待ち伏せしているみたいです。確かにそうだね、橋の上って。魔物にそんな知能があるわけ。知能がないとそう言い切れるか。年々魔物の攻撃は巧妙になっておる。
知性を持ち罠を仕掛けるようになったとしても驚かぬわ。やりづらくなるね。なら態度がでかくなる前に殺すだけだ。いずれにしても魔王を倒すまでは安心して暮らすことはできないってわけだ。そうだね。そう、鎧着出したのも5年経ったこの時代からというかこの時期からだもんね。魔王のせいで知識がついてるのか、またなんか別の理由があるのか。そうそうそう、この人の依頼で、橋のとこのモンスター倒してきてっていうのがあったので、橋にいた魔物は倒したぞ。うん、ありがとう。うわ、でも娘は死んでしまったよ。これはお礼だ。もう金なんて持っていても仕方ないからな。うわ、なんか大金もらうのが申し訳なくなるね。で、今はポポルのところに行けばいいんだよね。そうそう、逃げは分かったけど、もう一個の鍵のありかを多分ポポルが、ポポル姉さんが人脈で調べてくれてると思うので、ポポルのお部屋に行きましょう。ポポルさん。あ、おかえりなさい。魔王の城の鍵について何か手がかりは見つかりましたか？ごめんなさい、あら、もう少し時間がかかりそうなの。ポポルさんともあろうものか。なるほど、クエストでもやってればいいのかな。ポポルさんが暗号の解読に集中できるよう俺にできる仕事はないですか？そうね、そうだわ、赤いカバンの船頭さんを知ってるわよね。はいはいはい、今船乗ってる人だよね。彼が仕事を休んでいて。おい、またか、また夫婦喧嘩か。海岸の町まで様子見をお願いできないかしら。わかりました、任せてください。え、でも船乗れないってことは海岸の町もまた徒歩で行かなきゃいけないってこと？代わりの船頭さんいたりすんのかな。ちょっとそこ見ていこうか。この状況前にも覚えない。そうだよね、あの夫婦のことだ。また喧嘩でもしたのか。でもこれを先に言うっての嫌だな。くれぐれも気をつけるのだぞ。これ先に言われるってことは本当に夫婦喧嘩じゃなく何かが起きちゃってるみたいなことありそうじゃない？あ、やっぱり誰もいないね。勝手に乗ることは？あ、乗るまではいけるけど勝手に出航はできないんだ。割と本当に迷惑だな。どうしたんだ、ため息なんかついて。実は息子が原因不明の病気にかかってしまったんだよ。おう、もう1週間も経つんだけど治るどころかだんだん悪化してきてね。黒門病ではなさそうだね。1週間か、それは心配だな。何か病気になった原因に心当たりはないのか？そうだね、確か他の子たちと遊んでいた帰りから調子が悪そうにしてたわ。他の子と遊んだ帰り、その時に何かあったのかもしれない。俺の方でも病気を治す方法を調べてみるよ。本当か？ああ、任せておけ。相変わらずのお人よしであるな。差し当たっては子供たちからの聞き込みか。そうだな、まずその時の状況を聞きに行こう。どんな親も子供が大事か。そうだな。しかし原因がわからぬことには薬も探しようがなかろう。ならどうする？子供に聞いてみるか。子供？大人がわからないのに。
我から見れば全員赤ん坊だ。じゃあこのクエストも進めたいけれど、一旦船頭さんの話まではメインストーリー進めてからまたサブクエストを解いていく感じの進行にしようかな。この人もクエスト持ってそうだね。ねえあなた、私の彼氏がどこにいるか知らない？知らん。それほんと知らん。悪いけど知らないな。そりゃそうよね。はあ、そもそもいないとか言ったら許さんよ。5年以上も前に別れてから別れてんのかい。一度も会ってないのよ。彼氏じゃないそれ。何してるのやら。ねえ、彼がどこにいるか探してきてくれないかしら。あなた何でも仕事引き受けてくれるんでしょ。いや病気の子供とすごい落差だな。まあ俺にできることなら。タイトル最低な男。せめて何か手がかりとかはないのか。派手な黄金の首輪をつけているのよ。そんな人なかなかいないはずだからよろしくね。闇雲に探しても仕方あるまい。この辺りで黄金の首輪をつけたやつを見なかったか聞き込みをしてみるか。ワンコかわいい。まあ、これも後回しだね。病気の子供よりさらに後回しでいいかね。おい、門番のクエストって嫌な予感しかしないんだが。悪者を断りよ。黄金の首輪をつけた青年ね。あ、そういうことか。なんかあまりいい噂聞かないよ。知ってはいるんだね。ん？いい噂聞かないようで終わり。首輪をつけた青年。はあ。え、あのレベルの薄い情報から探していくのか。さて海岸の町に着きました。クエストいっぱい出てんな。今のメインの目的はカバンの男だから。お、奥さんいるじゃん。赤いカバンの奥さん。あ、もうダメ、私の人生は終わりよ。どうしたんですか。あなた方は船頭の夫がお世話になっている。一応聞いておくが一体何があったのだ。あんまり関わりたくないアピール。実は夫とまた喧嘩しちゃって、夫が家出を。どうせそんなことだろうと思ったぞ。でも夫が悪いのよ。私が大切に取っておいたリンゴを10個も食べちゃうんだから。1個で喧嘩なんのに10個食べたんだ。それはすごいですね。私も言い過ぎたけど、でもまさか1週間も帰ってこないなんて。わかりました、俺たちが探すのを手伝いますから。本当？嬉しい、よろしくお願いします。変わり身がすごい。結局巻き込まれたな。以前のように酒場で聞き込みをしてみるか。なるほどね。このおじいちゃんの話も聞いてしまおう。君、石の神殿って知ってるかね。知ってます。ああ知ってるが、どうした。おお、それはよかった。実は私、世界中の植物を研究していてね、幻の遺跡の一つである石の神殿にあると言われる大木を調べたいんだよ。神話の森の大木の方がすごくない？どうかね。木の根っこ拝借、少し拝借してくるだけでいいんだが、頼めないか。切り取ってくればいいのか。まあ、行ってきましょう。わかった。さあ目につく依頼は受けたので、他にも探せばありそうだけど、一回酒場で話を聞いてみようか。どっち？いや、ちょっとお伝えを頼みたいんですが、いいかな。どうした？ロボット山の兄弟の店で包丁を買ってきてほしいんです。いやもう兄弟って聞くだけでちょっと悲しいわ。包丁買ってきてほしい。高値で買い取る。包丁ならこの辺りでも売っているのではないか。わざわざ遠くで買わなくとも。ロボット山じゃないとダメなんです。高値で買い取るからお願いできませんか。あの兄弟に支援したいとかそういうことかな。思い出の包丁。どうしても必要なんだったら買ってくれよ。ありがとう。
代金は引き換えでよろしく頼みます。こんにちは。赤いカバンの男を探しているんです。心当たりはないですか？なーに、あの夫婦また喧嘩でもしたの？ごめんと。実は旦那さんが家出したみたいで。よくあることなんですか？今じゃ嵐の喧嘩夫婦なんて言われて町の名物だからね。旦那さんは図書館のある村の出身だからそっちに帰ってんのかな。そうだったんだ。確かお兄さんが村の衛兵だって聞いたような。わかりました。話を聞きに行ってみます。あなたよく見るとなかなかハンサムね。一緒に飲んでいかない？飲んでいきます。いえ結構です。飲んでいきます。お酒ください。飲んでいきます。まさかあの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。驚いたな。でもなんとなくわかるよ。あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。正気か？我はげんなりするが。理由がしょぼいからね毎回。そういえば前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。そうだね。そうであったか。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことがなんだか嬉しく感じるよ。あの夫婦はもっと成長すべきだと我は思うかな。さて村に着いたら、お、君か。ろくな噂聞かないって言ってた君、結構忙しいね。いや、こんにちは。何か用かい？海岸の町にいた赤いカバンの男、水路の船頭がどこに行ったか知らないか？家族だと聞いたんだが。ああ、あいつなら俺の弟だよ。しばらくこっちには帰ってきてないが。今どこにいるのだ、その弟は？知らないな。最近会ってないし。お、そうか。ああ。でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから。郵便局の人が知ってるかも。はあ、郵便局か。海岸の町の配達員から話を聞けそうだ。なるほど。やれやれ、また戻るのか。なかなか爽やかなたらい回し。男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。嵐の前の静けさ。いやー、なんかほんとそんな感じするからやめてしろ。そういえばお前は手紙を書いたことがあるのか？あるけど書くのは苦手だな。なんて書けばいいのかすごく悩むんだよ。愚かな。手紙など己の魂の叫びをひたすら紙に叩きつけるだけの行為だというのに。わかったわかった。シロ手紙書いたことあんの？紙媒体が手紙書く光景すごいな。で、郵便局に話を聞いてみろっていう話だったね。ほい。あれ、配達員さんじゃないんですね。そうなんだよ。荷物を取りに来ただけだったんだが、留守番を頼まれてな。君も荷物の受け取りかい？いえ、家出した喧嘩夫婦の旦那さんを探してるんです。何か知りませんか？一緒に出かけたとかじゃないの？悪いけど俺は力にはなれそうにないな。あ、違うんだ。そういや仕事仲間も娘が家出したまま帰ってこないって心配してたな。家出で行方不明になった者が2人。偶然であろうか？その子の行き先に心当たりは？そうだね、もしかしたら町の入り江に漂着した難破船に行ったのかもしれないな。難破船漂着？かなり大きな船でね、町の子供たちが興味津々なんだよ。え？あ、違うよね。あの村の方の子供の病院行きの原因とは違うよね。調べた方が良さそうだ。ナンパ船とこ行ってみよう。入江に行ってみよう。
まだまだたらい回されますよ。最初こっち来てたらナンパ船見れたのかな。カイ、あれ、エミ、どうした、どうしたの、どうしたんだ、二人が街の中に入ってくるなんて。ねえ、急にすみません、カイネさんはこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配、異様な気配、魔物か。ああ、この先から音がする。だがやはりはっきりとはしないがな。下着女の唯一と言っていい特技がそのありさまか。カイネ、あれ、言い返さない。どうかしたのか。いや、なんでもない。さっさと行くぞ。え、あ、うわ、でかっ。オットセイちゃんたちいなくなっちゃったじゃん。この角度で漂着する。すげえ丁寧に横滑りしてるよね。これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのではないか。いや、完全にこっから登れるじゃん。え、嘘、登れないの。これか、違う。あ、ここ穴が木の板で塞がれているな。これを溶かせば中に入れそうだ。カイネさんが感じた気配が気になります。しっかり準備してから入りましょう。どう考えても敵いる流れ。中に入りますか。え、そのレベル。あー、うーん、はい。この船、至る所が腐りかけておるな。むやみに暴れるでないぞ、下着女。ああ。カイネが言い返さないのが気になるね。どうした、カイネ、本当に大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか。外の空気も吸えますしね、カイネさん。そうだな、そうさせてもらおう。エミール、カイネを頼んだぞ。はい、さあ行きましょう、カイネさん。なんだろうね、薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えないが。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。おい、そこに転がっているのはランタンではないか。マジか、暗闇付きか。油が残ってる、まだ使えそうだな。マジで、なんか別ゲーになってきたね。鍵がなければ先には進めぬな。どこかに鍵がないか探してみるか。さっきの暗闇の部屋か。なんか今いましたね、女の子。今女の子が。我も見たぞ、いつの間に後ろに。郵便局で話を聞いた家出娘かもしれぬ。連れ戻した方が良さそうだ。なるほど、これでランタン。誰もいないぞ。おかしいな、幽霊でも見たみたいだ。カイネ、幽霊が怖いとかそういう、いや、ないよね。どうだろう、バカなことを抜かすでない。そう、ここに幽霊怖い人いるもんね。どこかに抜け穴でもあるに違いない。船底の鍵、この船は一体。ナンパ当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。この先はかなり暗そうだな。先ほど拾ったランタンを使って進むしかあるまい。ここに何か落ちている。これはリンゴが落ちてる。少し傷んでるが
最近のものみたいだ。おそらくカバンの船頭が落としたものであろう。夫婦喧嘩のほとぼりが冷めるまで船に隠れるつもりだったのか。まったく世話の焼けることだ。ともかく奥を探してみよう。なんかこれまでのクエストを見てるからさ、一個一個本当に大丈夫かな、生きてるかなって不安になっちゃうよね。今の音は何なんだ。上の階から聞こえたな。ホラーゲーじゃん。樽が倒れてる。中身の白い粉は小麦粉か。入り口で見た娘が倒したのだろうか。ん？おい、床を見ろ。娘が通った痕跡が白く残っておる。これをたどれば娘の居場所に行き着くかもしれん。こっちも調べたいね。何かがある。分厚い本が置いてあるな。何だろう。公開日誌のようだな。中を見てみるか。船の進路、天候、入港記録。大型の船だけあって事細かに記録されているな。だがある日を境に突然記録が途切れておる。この船で一体何が起きたんだ。その原因については書いていないっていうことは、船員たちが病気でなんとかとかではなく、突発的な何かでこういう状況に。んー、手跡とかつく。ここにまあ一個一個巡っていこうか。奥、棚の向こうで何かが光ったぞ。調べようにも棚が邪魔で奥に行けぬ。なぜ狭い通路に棚が置いてあるのだ。待て、この棚動かせそうだ。こうして奥から回っていくとか。普通に現金置いてある。鼻の方から隙間風を感じるな。なるほど。おい、この白い紙、スイッチのように動かせるぞ。花瓶がスイッチになってるようだ。動かしてみる。隠し部屋か。手込んでるね。机に手帳が置いてある。文字と数字がびっしり書かれているな。船で扱っていた商品の記録のようだ。どれどれ。どうやらこの船は人身売買を行う商船だったらしい。非道なこと。人を売り物にしてたってことか。そうだ、かなりの儲けを出していたようだな。同じ人間なのにどうしてそんなことを。わかりたくも。愚かな人間はどこにでもいるということだ。大きな箱だな。金銀財宝でも入っていたか。いや、鉄でできた道具がいくつも入ってる。それは拷問器具か。ここで行われていたこと、想像したくもないな。だから隠し部屋ってことか。この船、知らぬ方がいい秘密が隠されていそうだぞ。これは鍵か何か。あ、やっぱり多分右。何もいないみたいだな。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。右いきなり調べても、そうだよね、鍵がかかってていけなかったんだ。白い痕跡が続いているのはここまでのようだな。何か聞こえてくるぞ。オルガン？
わかんないな。どこに行っちゃったの？どうしてこんなにの後わかんないね。音が止んだな。女の子の声にも聞こえたけど。シロ怖がってない？大丈夫？これは電声感か。わかんないんだ。缶を通して離れた場所に声を届けるための道具だ。缶がつながっている別の部屋にあの女の子がいるってことか。そっか、女の子をすでに見てたからね。壁に船内図が貼ってあるぞ。ほう。どうやらこの缶は船尾にある船室とつながっているようだな。もっと奥に進めばいいんだな。行こう。こっちには何もない。ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心するんだ。お前がそんなロマンチストだったとはな。なんだこの匂いは。奥の部屋から漏れているのか。あれ、これ手前行った方がいいか。先へ進まぬのか。こっち先行きたいです。ここ大きな鍋だ。大勢の船員のためにここで料理が作られていたのだろう。ん？調理台にメモが貼ってある。ライス大盛り、ピーマン抜き。船員ごとの要望が書かれてるみたいだな。料理の好き嫌いが許されるとは贅沢なものだ。お、薬草。これ完全にバトルになるやつじゃん。その意味でもちゃんと船室、入れない。この扉は開かないようだな。船室調べていった方がいいっぽいよね。で、ここからひどい匂いがする。何か落ちてる。またリンゴが落ちてる。リンゴ。これも喧嘩夫婦の夫が落としたものか。一体いくつリンゴを持ち歩いているのだ。ともかくもっと奥を探してみよう。この床。おい、無事か。ああ、なんとか大丈夫だ。ここは暗くて何も見えないな。おまけにひどい匂いだ。どうやら船底まで落ちてしまったようだぞ。落ちた時にランタンをなくしたみたいだ。どこかに落ちてないか探してみよう。え、この暗さで。ちょっと待って待って、こちら動画撮ってます。動画撮ってるからさすがにその暗さはやめてもろて。あー、めっちゃボタン押してるけど、これ右は引っかかってんのかな。だとしたら左に移動して。ランタンはまだ見つからないのか。探してるわ。あった。シロ、よかった、ランタンがあったぞ。ようやくか。喜んでいないでさっさと点火するのだ。ここは何も…うーわー、血の…え？この死体は…船頭さん？町の者たちと…うーわ、喧嘩夫婦の…またそういう展開かい。そんな…嘘だ、嘘だ。どうして、どうしてあの人が…町の…みんなが…嘘。あの女の子は無事だったのか、何か関わってるのか。しっかりしろ。カイネが感じた気配。おそらく町の者たちを殺した犯人はこの奥にいる。ああ、絶対に許さない。もう見るな。マジか。お、カイネたち。あ、お二人とも。エミール、カイネも船内に戻ってきたんだな。はい、壁の穴から中に入りました。
下の真っ暗な階から物音がしたので心配してたんですよ。すまなかった。カイネの方はもう大丈夫なのか？ああ、少しはマシになった。気分が悪かったのか。世話をかけたな。そうか、本当に良かったよ。今度はお二人の元気がないようですけど、何かあったんですか？ところでカイネ、お前が感じていた気配だが、ちょうどこの上の階からだ。やはりな、先に進むしかなさそうだ。こっちは丸められた紙が何個も捨ててある。ほう、これは手紙か？どれも同じ文字が書き綴られているようだが、字が汚くて読めない。何か関わってくるのか。ひとまずもう上に行ってあれをやった犯人と戦うことになるんだろうな。多分なるんですね。もうセーブしろって言われたから。はい、じゃあここで今回終えておいて、次回ボス戦からかな。そうね、一本が長くなってるのでここで切らせてください。いやー、にしてもさ、奥さん無事見つかって今度旦那さんいなくなってフラグめっちゃ立ってで、可能性は感じてたけど実際目の当たりにするとね。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。